皆さんこんにちは。浜田市立石勝美術館学芸員の横山です。生誕100年回顧展石本翔の見どころ紹介第2回目の今回は、画家として歩み始め、技法や表現にも様々な挑戦をした30代後半頃までの時代を紹介します。この時代は前回紹介した第1章の赤茶色の印象から打って変わり、青い色の作品から始まります。本格的に画家として活動を始めて間もなく、先輩の画家秋野福の勧めで創画会という日本画の団体の前身である創造美術で作品発表をするようになります。創造美術は戦後の時代に日本画の革新を掲げて創立したばかりの団体でした。ここを舞台に風景や人体、鳥など各モチーフをいろいろと試すように変え、技法にも工夫を凝らした作品が続きます。この時代最初の五条坂風景という作品は、自身の作画の原点として生涯手元に置いて大切にしていたものです。かすかに茜色を残す空に、古い家並みの形がくっきりと浮かび上がる京都五条坂の夕景。石本は静寂の中、シミの浮き出た古い壁の色が西日を受けて刻々と変化していく様子に郷愁と感動を覚え、窓や周囲の畑など細かい部分をすべて省略して、家の形を線と面だけで捉えて写生をしました。その後、何度も同じ場所に行きましたが、最初の写生を超えるものはできず、その時の写生をそのまま大きくして本画を描いたそうです。発表当時、石本が言うところによると、すべてが前向きだった戦後間もない時代に、この作品は古臭い絵と評価されました。彼自身にとって描きたいものを描いたという満足感と自信があった作品でしたが、それ以降の十数年、作風は大胆なデフォルメや新しい技法を積極的に取り入れたものへと変わっていきました。そうした変化は、新たな表現を生み出そうとする若き画家の挑戦とも言えるものでした。しかし、後にこの時期のことを振り返り、もしこの五条坂のような仕事をずっと続けていたなら、もっともっと良い絵が描けたのではないかという言葉を残しています。はい、では今回はですね、普段美術館の中で総務のお仕事と、そしてあとは受付でお客様をお迎えしてくれている花本さんに登場してもらいました。よろしくお願いします。花本さん、今回は第2章を紹介する動画なんですけれども、この第2章の展示作品の中で何か気になる作品、印象に残るような作品があったら教えてもらえますか？はい、こちらの作品が気になっております。あ、はい、フクロウが描かれた高度の丘という作品ですね。こちらはですね、石本先生が38歳の時に描かれた作品になっています。ちなみにこの作品の中でどのあたりが気になりますか？このあたり、複雑な地層の表現が大地の歴史を感じるようで良いなと思いました。実はですね、石本先生が描こうとしたこともですね、この絵で表現しようとしたことは、今まさに花本さんが感じてくれたような、歴史とか深い歴史とか、そういったことに通じるようなことなんですけれども、実はここの波のような模様のところで、実は石本先生は地層を表現をしています。でその地層というのは、
の時間の普遍的なものを表していまして、でその上に立っているフクロウはですね、移ろいゆく命の象徴として書かれていまして、その普遍なものと移ろいゆく命を対照的に表現した、そういう作品になっています。はい、ちなみにここの独特の波のような地層のものなんですけれども、これが実は石本翔先生がこの当時作り出したすごく斬新な表現になってまして、どうやって描いているかというと、筆で描いてるんじゃないんですよ。これ何で描いているかと言いますとですね、じゃん、実はこれで描かれているんです。これはですね、油絵を描く時の道具でペインティングナイフというものになるんですけれども、日本画を描くときにですね、こういうふうに油絵の道具を使って描くという人ってほとんどいなかったんですね。でも石本先生は若い頃から油絵の絵の具も使ったりをしていたので、この絵を描くときにですね、このペインティングナイフを使って、で画面にこう当てて、塗った絵の具が乾かないうちにこう、パンにバター塗るみたいなザラザラというふうにこう削るようにして描いたという技法なんです。当時はですね、こういうふうにして絵を描く日本画家さんという方はほとんどいなくて、非常に珍しい斬新な技法だということですごく話題になったそうで、当時のですね、若い画家さんがこぞって真似をしたというまあそういう技法なんだそうです。まあ、こういうね、なんかこの時代のそのいろんな工夫をした様子というのをこう見ていくと、この戦後の時代にですね、この時代に生きる自分にしか描くことのできない新しい日本画をいかにして描いていくかということにこうチャレンジをし続けた画家の姿というのが見えてくるなというふうに思います。ぜひ会場に来ていただき、作品を間近で見て楽しんでいただけたらと思います。ご来場をお待ちしております。